いよ、めちゃくちゃいい、もうすぐ言いたい。変動追跡ツールキンパ、こちらを言うことによってもう騙されることはなくなります。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーしスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ズバリ質問します。 Amazon セール使っていますか？自分と同じように騙されないためにもこの動画作りました。パソコンを持っている方、キーパーを入れましょう。Amazon セール、物欲弾みますよね。いいものが大幅値引きで買える。見ているだけでも時間が過ぎます。でもこんなことってありませんでしたか？今すぐ欲しいってわけじゃないけど、期間限定なら今買っておいた方がいいのか？今買っときますか。ポチッ。セール終了後。解説しよう。販売者はセールが始まる少し前に商品の価格を引き上げ、セール開始時に値段を戻しますと、どうなることが起きるでしょうか？消費者は、やった！安く買えたぜ！イエス！イエス！実はそれ、いつもの金額です。下手すれば、いつもの金額よりも高く買ってますよ。ずる！ずる！もう、騙されたくありません。そんなわけで、無料のブラウザ拡張機能、価格変動追跡ツール、キーパー！こちらを入れることによって、もう騙されることはなくなります！はい、ではこのキーパーできることをご紹介していきたいと思います。 1. Amazon の価格変動推移を見ることができる。 2. トラッキング機能を使うことによって希望の価格に下がった時に通知をもらうことができる。キーパーの入れ方を説明していきたいと思います。こちらに関してはパソコンの画面を見ながら説明していきたいと思います。はい、このキーパーに関してはですね、 Google Chrome で紹介していきたいと思います。他にもですね、 Firefox、Edge、Opera なども使うことができます。ただスマートフォンでは使えませんので、パソコンの Chrome が一番おすすめです。なんかですね、画面収録失敗しまして、もう3回目です。まずは KEEPA と入れます。そして押します。一番上にキーパー Amazon Price Tracker っていうのが出ますので、押します。この青い Chrome に追加を押します。拡張機能追加。はい、そして追加されましたと出ます。はい、これで完成です。そして今回ですね、検索するものなんですけども、今この撮影してます 90D 出ました。監督使ってましたこちら、キヤノンの 90D というこちらのカメラですね。現在の価格は 144,299 円。今の画面に関しては普通の Amazon のサイトの画面かと思います。しかし、少し画面を下げてみますと、はい、これです。これがキーパーです。この新品を押すことによって、新品価格がグラフ上で出ます。で、見ていただきたいのがこのクローズアップビューというところですね。初期設定は3ヶ月になっておりますので、今から3ヶ月前のこのキヤノン 90D の価格の推移が見ることができます。新品価格が最初148,500円、そこからちょっと下がってたりしながらも、下がりつつもグーンと上がります。はい、ここは15,168円。そしてここでギャーンと下がってからの、この今の3ヶ月の期間を見ますと、一番今買い時ですね。ただこのキーパーマジすごいんです。この Amazon の商品サイトに登録されてから全期間、これです、626日間、それぞれの商品によって5年10年先から出ている商品、その期間の価格推移を全部このキーパーで見ることができます。そういうわけで見ていきたいと思います。ポン、はい、来ました。まあ、発売当初はですね、189,241円。そこからですね、下がったり上がったりしつつも、下がってきたけども、やっぱまた上がる。ここは19万円。そしてこうポポ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 ポ、現在144,299円となっております。まあ、こう見るとね、ここ12万円の方が安いから、まだやめた方がいいのかなというですね、参考になりますので。まあ、ただね、この後ね、一気にまたガーンって上がる可能性もあるし、もうギューンと下がる場合もありますので、まあ、そこはね、自分のお財布事情と相談してポチッとするのか、いや、もうちょっと待とうということにするのか、いろいろとですね、考えれるかと思います。まあ、ただこれはですね、 Amazon のサイト限定のツールですので、例えば Yahoo ショッピングや楽天サイトと比べてみて、よし、 Amazon 一番安いというわけでポチるのもいいかと思います。まあ、今回は今新品をしたのですが、例えば新品を外しまして中古価格、はい、としますと、もう中古の値段がわかります。同時に新品を押すことによって、はい、新品と中古がですね、同じグラフ上に出ますので、ここ中古高いなぁ。まあ、あとですね、監督見て気になった点がですね、こちらの在庫を押しますと、はい、
こう×出ましたね。ここでも在庫がなくなったということですね。キーパというものなんですけども、背取りをやってる方がですね、もう必須なツールとなっております。商品状況を見て、あ、これ売れるなと思って買い占めて、なくなったところを見て購入すれば利益をもらってみたいな感じで使っているツールです。まあ、ただね、こういった自分のように消費者から見て価格推移が分かるので購入材料になるかと思います。もうこれ3回目なんで、もう名前出ちゃってますけども、ここね、初めてキーパー入れた人はですね、ログインと多分出るんですよ。そのログインをすることによって、先ほど説明しましたトラッキング機能を使うことができます。じゃ、監督ラボに入っていきたいと思います。必要なものがですね、自分の名前、まあ、今回はですね、監督ラボ、メールアドレスと、あとパスワードを自分で設定できますので、その登録のメールを登録しましたらですね、そのアドレスにキーパーからメールが来ます。で、そのメールを URL を一回クリックすると、まあ、認証されますので、そこから入ると、この画面キーパーというものが出てきます。で、見ていただきたいのがこのトラッキング、はい、例えば商品1万5000円だったら、まあ、1万円まで下がったら通知欲しいなっていう時にこのトラッキングをすることによって通知が来るようにすることができます。とキャノン、90D と検索します。はい、出てきますね。あ、これですね。まあ、ちなみに今そのアメリカドルになっているのは日本語でジャパン、商品のトラッキングですね。はい。アマゾン価格ですね。ここに金額を入れます。例えば13万円になったら買いたいなーってね。ここでトラッキング対象期間ですね。1年間かなーってトラッキング開始をすることによって、こちらのトラッキングが完了します。登録したものがですね、このトラッキングボタンを押しまして、このトラッキング概要を押すと、はい、先ほどのですね、キャノン 90D の目標価格、まあ、こんな下がることはないと思うんですけども、ここに来たら、メールに通知が届きます。この欲しいものリストをインポートすると、まあ、これはね、もう自分の、まあ、Amazon 使ってたらアカウントあると思うんですけども、自分が欲しいものリストに入ってたものがですね、安くなったらメールが来るように、もう一括でやることができます。これでそのマウスをですね、当てることによって、ピンポイントでその期間の価格帯を見ることができますので、キーパーに関しては基本無料なんですが、ここ、売れ筋ランキングというものがあるんですが、鍵マークがついております。まあ、あと他にも何種類かですね、有料会員として使えますが、基本的に使う部分に関しては無料会員で全然使えます。 Amazon 結構頻繁に使う方は入れてください。現場からは以上です。というわけでですね、キーパについて、使い方について説明させていただきました。このチャンネルではですね、監督ラボ、まあ、自主制作映画やってる監督が、自分がね、この商品いいなって思ったり、この作品めちゃくちゃおすすめだよっていうものをですね、紹介しております。まあ、特にですね、ジャンルは決めてません。本当にいいものだけを厳選してお届けしたいと思っております。自主映画監督、まあ、今現在もですね、進行中でやってるのですが、映画的にエフェクトを使ったりね、まあ、今までもう10年、20年はもう編集してるんで、自分の持てる限りの編集技術を全部ぶち込んでますので、まあ、そういったね、商品とか興味なくても、まあ、こういったそのエンターテインメント的な感じで、まあ、分かりやすく紹介しておりますので、まだ登録してない方、ぜひポチッと押していただければありがたいと思います。では、また次の動画で会いましょう。自分みたいに騙されないよ、ダメ。販売者は、販売者はセールが、かなりいいサービスがありますので、無料で使えるサービスがありますので、はい、そんなわけでですね、無料のブラウザ拡張